ダイソーコレクションボックスアーチ、プラスチック製ですね。ポテト、白もヘディぴったりですね。ぷいぷいタワーが完成しました。はい、こんな感じで収納できました。始まるよ。ワク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 チャンネル。ヒップホップグループガキレンジャーの DJ オショーです。はい、ぷいぷいモルカーのぬいぐるみがね、結構揃ってきました。数が揃ってくるといかにもぷいぷいタウンって感じでいいんですが、一つ気になる点がね、ホコリなんですよね。はい、こういったね、一般的なプラスチック製のフィギュア、こちらトランスフォーマーのバンブルビーなんですが、こういうフィギュアにホコリが積もった場合はこんな感じのはたき、まあパソコンのキーボードとかのホコリをこうファーってやるやつですね。これでこう拭いてあげればね、だいたいホコリは一瞬で取れます。ですが、こういったぬいぐるみはね、ホコリが積もっちゃうとね、意外と取りにくいんですよね。そんなわけで100均ダイソーに行ってね、ディスプレイボックスを買ってきました。ドーン、ダイソーコレクションボックスアーチ、税込み330円。はい、こちらを開封してモルカーたちをね、このボックスの中に綺麗に収納していきたいと思います。ではでは、行ってみよう。ワクワク。では開封。はい、開封するとこんな感じです。本体はね、プラスチック製ですね。ポリスチレンというね、材質だそうです。これね、本体を叩くとね、いかにもすぐ割れちゃいそうなプラスチックの雰囲気があります。破損には注意ですね。これ結構透明感ありますよね。この状態で後ろのモルカーたちが綺麗に見えますね。やっぱりね、コレクションボックスは透明度がこれ重要ですからね。蓋を外すと、はい、まあこちらもプラスチックですね。シンプルな黒一色。これね、透明度かなりありますね。本体のこの上蓋を持つと、一応台座はくっついてきますね。でも、こう振ると、あ、振っても落ちない。あ、いい感じですね。まあ、ちょっと力を入れると、こう台座が外れるみたいな感じですが、ここを持つのはちょっと危険そうですね。はい、ではこのコレクションボックスにぷいぷいモルカーたちを収納していきましょう。ワクワク。オープン。ではでは、どうしようかな。こちらはね、ブルブルズですね。あの、こうやって伸びるやつですね。やっぱりこのブルブルズは何回見ても面白いです。じゃあね、このブルブルズを、ポテト、白も、ヘディ。はい、ブルブルズ、この3種類に上蓋をセット。オッケー。おおおおお。これいいんじゃないですか。ぴったりサイズですね。正面、横、後ろ。はい、ダイソーのディスプレイボックス、ぷいぷいモルカーにぴったりですね。ワクワク。はい、では続けて、もう一つ。今回ね、このコレクションボックスをね、計3つ買いました。こちらにはもちコロリンをセット。はい、ポテト、チョコ、白も。大体ね、ブルブルズもモチコロリンもサイズ的には一緒なんで、こちらも問題なく入りそうですね。よし、セット。はい、オッケーですね。いい感じです。ワクワク。はい、では3つ目のコレクションボックス。こちらにはね、この働くモルカーたち。パトモルカー。そして、救急モルカー。こちらは2つでね、ちょっと余裕があるんで、こちら、友達が作ってくれた手作りポテト。このポテトを真ん中にじゃあ置いておこうかな。こんな感じで。上蓋、セット。オッケー。よっしゃー。入った入った。はい、こんな感じで収納できました。かわいいですね。ワクワク。はい、そしてこのダイソーコレクションボックスはね、積み重ねコレクションもできるんですよね。ちょっとね、重ねてみたいと思います。1段目、2段目、3段目。ぷいぷいタワーが完成しました。いいっすね。これは可愛いタワーだぞー。ワクワク。
はい、サイズ比較です。トランスフォーマーマスターピースのバンブルビーと、バンブルビーと比べてみてもね、これ3段重ねると結構上まで行きますね。はいはい、下がります。はい、上から見るとこんな感じです。ワクワクエンディング。はい、というわけでダイソーコレクションボックスアーチのレビューでした。フィギュア用のコレクションボックスはね、専門店とかで買うと結構値段が高いんですよね。まあその点こちらは330円×3つで、今回はね1000円かかっていません。まあ強度的にはねかなり弱いと思うんで、これ不安があるんですが、まあ家の中でねそっと見る分には問題ないと思います。以上、ガキレンジャー DJ 和尚のワクワクチャンネルでした。またお会いしましょう。ワクワク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 チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。そしてそして、こちらの動画もチェック。